今年の夏の全国ツアーに先駆けアイスマンのライブが行われた。その会場になぜか金谷の姿が。今日は何しに来たの？今日ですか？掃除しに来ました。頑張るぞ。その会場に朝倉大輔が到着したようだ。ご主人様の到着におどおどする金や、全く情けないやつ。控え室の前では不審な行動を取り、思わず逃げ出したよくわからないやつが、その時突然朝倉大輔登場。掃除をサボっている金谷に鋭いツッコミが。突然ね、出てくることないじゃんね。びっくりしたよね。さて、掃除だ。わざとらしく掃除を始める金谷。しかしその姿は妙にはまっている。もはやミュージシャンの面影はなし。何してんの？いや、掃除を今フロアが全部回ってやつ。なんかね、ボーカリストのイメージと違う。どうしようかな、デビュー。どうやって？どうしたらいい？ラスミのお姉さん。おらおらおら。今ね、戻ってきたらこんなの被って掃除してるから、ボーカリストのイメージと違う。あ、もうね、僕今蘇生できたところで、さっきやったんだよ。ね、ちょっと入ってみる。違う。まだまだデビューへ向けての険しい試練が待っている。